皆さんこんにちは。僕はですね、今タイのバンコクスクンビットにあります行きつけの温泉施設湯の森に来ております。こちら日本式のスーパー銭湯とタイ式マッサージ、これらが融合したスパ施設になっていて、僕ね初めてタイ来た時からもう結構頻繁に訪れてるんですよね。もう今日も10回目ぐらいの訪問なんですけども、非常にいい施設になります。スクンビットエリアにあるんで、日本人もね非常に利用しやすいです。というか日本人客がだいたい4割で、海外のお客さんが6割という感じかな。この辺りには日本のチェーン店とかですね、もうめちゃくちゃあってね、初めてタイ来た時はね、スクンビットを訪れた時とかはもう日本の店があまりにも多すぎて、実は日本出国してないんじゃないか説みたいな、思ったりもしたんですけども、そんなスクンビットエリアに今います。で、本日なんですけども、ただいまの時間が、午後6時30分ですね。本日、バンコクサンナプーンも夜の10時10分に出発する日本航空便を使いまして東京羽田空港に向かいます。本日は2024年1月23日、明日ですね、2024年の1月24日からはですね、日本航空がエアバス A350 脱出線を、東京羽田とニューヨークの間で飛ばします。で、おそらくこの動画は24日に出てます。今この動画が出てる頃、僕は A350 の初便に乗ってニューヨークに向かってるはずです。はい。で、本日の機材なんですけども、ボーイング 777-300ER なんですよね。この機材、主にヨーロッパとかアメリカの長距離路線で使われることが多いんですけども、東南アジア路線、バンコクだったりシンガポール線にも一応入っています。で、一応今までの JAL のフラッグシップ機といえば、この 777-300ER だったんですが、明日1月24日からはですね、エアバスで 350-1000 に置き換えということで、フラッグシップとして乗る 777 最後の日に、今日は乗りまして、東京羽田の方まで今から向かいます。で、さっきも言いましたが、今の時間が、18時30分ですね。本日のフライト22時10分発で、チェックイン開始が19時10分、だいたい3時間前からなんで、今からグラブ使いまして、空港の方に向かいます。もちろん鉄道とかでね、エアポートレールとかで行ってもいいんだけども、もう普通にめんどくさいんで、この辺ちょっと駅から離れてるんだね、この湯の森。グラブ読んでですね、だいたい片道どれがかかるかな、今の時間だったらちょっとピーク時かもしれないので、1500円ぐらいかかりそうですけども、40分ぐらいかけてですね、今から空港の方に向かおうと思ってます。ちなみにこの湯の森はですね、入浴料はね2000円かかります。結構高いんですけども、でもめっちゃ綺麗し、本当日本のスーパー銭湯、天然温泉という感じになります。浴衣とかもね、見てもらったら分かると思いますが、貸してもらえますからね。はい、というわけで今から S1 のブーム国際空港の方に向かいます。よろしくお願いします。グラブ来たんで乗りました。今ね結構ピーク時で値段上がっていて600バーツぐらいします。2400円弱ですね。で、1時間かかるみたいですね。今6時51分に出たんですけども、8時前の到着です。2時間半前到着なんで余裕でしょう。でも今日夜行便なんで普段シャワー浴びるんですけども、今日もう今温泉入ってきたんでね、シャワーも浴びなくていいということで、サクッと行けそうです。では空港まで向かいます。本当日本人多いね。今の湯の森もそうだけど、このスクンビットエリアは日本人だらけで、体感が全然ないですね。結構渋滞も激しいです、今の時間帯ね。弥生軒、 MKスターバックス、もう見たことあるような店ばっかりですよね。バンコクスワンナプーム国際空港に着きました。19時40分前に着くことできましたね。なんか裏道とかを結構知ってる方でして、結構一般道でうわーっと迂回しながら、バンコクの街の中心地を抜けて高速をぶっ飛ばして空港まで来たって感じになります。で、今回22時5分発でしたね。あと出発まで2時間と30分切りました。なので早速ですけども、中入って、チェックインしないといけないので、オンラインチェックインもしてるんですけども、紙の搭乗券欲しいんで、チェックインカウンターの方に寄ろうというふうに考えてます。これからの時間帯ですね、タイ航空の主にヨーロッパ線がバンバン出ていく時間帯であります。タイ航空以外のエアラインも含めてね。なので空港めちゃくちゃ混みます。ヨーロッパ線とアジア線で、あと東南アジア路線ですね。この辺りのフライトが集中する時間帯なんで、バンコクの空港は深夜でもねめちゃくちゃ混む。てか今の時間帯むしろ一番混むんじゃないかな。到着便も多い時間帯ですからね。では中入りましょう。ターミナルの中に入りました。ご覧の通りですね、めちゃくちゃ混んでいます。さっきも言いましたけど、これからの時間帯フライトがね集中してる時間帯なんで混むんですよね。はい、あまり好きな時間帯ではないです。で、一応ここにフライトスケジュールがブワーッと出てるんですが、今回僕が乗る便は22時5分発なんで、あちらの方かな、右の上から3つ目だと思います。22時5分発東京羽田行き日本航空34便、こちらを使いまして今回は東京羽田に向かいます。
同じような時間帯に ANA とかタイ航空も飛ばしてますね。日本航空は P のチェックインカウンターを使ってます。 P と Q になるのかな。隣がジンエアなんで韓国行きの横ですね。奥が JAL になります。で、今もチェックイン開始して30分ぐらい経ってるんですけども、全然空いてますね。関空行きと羽田行きがあるはずなんですが、関空行きは今チェックインまだやってないので、今羽田行きだけかな。あ、いつもここ混んでるイメージがあるんですけども、今の時間帯全然空いてます今日は。で、奥からファーストクラス、ダイヤモンド用で、ビジネス、プレーエコ用で、エコノミー用って感じになります。今回利用するクラスはエコノミークラスなんですが、まあ、あの JAL ステータス持ってるんで、ビジネスクラス用のチェックインカウンターで、ね、使うことができます。はい、ではちょっとサクッとチェックインしてきます。というわけでサクッとチェックイン完了しました。あのね、わかります、今見てて、あ、ここからだとちょっとわかりにくいやな。エコノミーの列誰も並んでないんですよ。で、ビジネスプレーコのところはそこそこ並んでるんですよ。だったらエコノミーの列行けばいいじゃないですか、ビジネスとかプレーコ使う人も。でもね、やっぱそこはしない人が多いんですよ。なので僕はあのビジネスのとこ結構並んでたんですけども、全員抜か、あのエコノミーの方に入ってそっちからチェックインしました。ね、別にこれはあれだと思うよ。別にそのなんていうの、エコノミークラスに乗る人だけがエコノミー使えるってわけじゃなくて、別にビジネスとか乗る人がエコノミーが誰も並んでないんだったらそっち使うっていうのはね、全然ありです。はい、ね、まあ、こういう感じでちょっとでも時短になるんですよ。ということで搭乗券もらったんで、このままタイ出国しましょう。ちょっとね、あの買い物したいこととかもあるんですけども、ちょっと外で見てなかったら諦めて、あったら買い物したから、ちょっとタイ出国して制限エリアの中に入ろうと思います。ではエスカレーター上がって制限エリア抜けてタイ出国しようと思います。ビジネスクラス、ファーストクラス利用する人優先レーン使えます。これですね、このファストトラックって書いてるところです。今回僕はあのエコノミー使うんで、このファストトラックは使えません。で、あの日本人に関しては出国自動化ゲート使えるようになってます。ちょっと場所が分かりにくいところにあるみたいで、結構知らない人も多いみたいなんですけども、保安検査抜けた後ですね、自動化ゲートを使ってサクッと出国しようと思います。では行ってきます。タイ出国しました。保安検査空いていて、イミグレは結構混んでたんですけども、日本人が使える自動化ゲートは全然並んでませんでした。エスカレーター降りてすぐのところに自動化ゲートあるんで、ちょっと見失うかもしれないですけども、係の方も結構立ってくださってるんで、まあ、そういった方に聞くといいと思います。はい、自動化ゲートマジで楽。まあ、スタンプは押されないんですけども、タイのスタンプはね、もういっぱいもらってるんで、ちょっともうパスポートがやばいんですよ。去年書いたばっかりなんだけど、もう半分ぐらい埋まってきてて、ちょっとね、節約しないといけないんで、パスポートの欄をね。なので、まあ、スタンプ省略っていうのは結構ありがたいです。はい、ということで、まあ、制限エリアの中に入ったわけですが、おなじみのバンコクスワンナプーム空港、本日 JAL 利用ということで、 JAL の桜ラウンジ利用することができます。JAL はですね、結構海外にもね、いろんな自社のラウンジっていうのを構えてることが多いんですけども、バンコクにもあります桜ラウンジ、まあ、日本人だらけになってると思うんですけども、行きましょうか。僕がちなみにバンコクで一番好きなラウンジはいつも言ってますが、シンガポール航空のシルバークリスラウンジですね。まあ、ただし今日はスターラリオではないし、ここプライオリティパスも使えないので、まあ、今回はおとなしく JAL の桜ラウンジに行こうと思います。ちなみにプライオリティパスだとミラクルラウンジ使うことができます。あとそれ以外の航空会社のラウンジで行くと、ターキッシュのラウンジだったりエールフランス、こういったところのラウンジはね、あとオマン航空か、こういったところはプライオリティパスでもね、使うことができます。はい、ということで行きましょう。バスタネ A350 ショビンなんで、ちょっとテンション上げていきますよ。もう今日ね、マッサージして、温泉入って超ゆっくりと英気を養っていたんで、めっちゃ元気っすね今。まあ、あとね、インドから来てるんで、もうやっぱインドからね、こういうタイとかに来るともうなんていうの、優れすぎてて、いろいろと統制もちゃんと取れてるしね、なんかもういいわ、気分がいいわまあインドも好きだけどね。よし、では免税店のところとかは通り過ぎて桜ラウンジに向かいましょう。今の時間8時ちょうどですね。搭乗開始が21時35分なんで、あと1時間半ぐらいあります。まあ、ちょうどいい時間なんじゃないですかね。カタール航空のラウンジ、カタール航空のラウンジはね、結構入る難易度高くて、ステータス持ってても確か入れないんじゃないかな。ビジネスとかファーストに乗らないといけない。で、しかも優勝でビジネスクラスとかを買わないと入れないとかっていうルールもなんか確かあったはず。ここ多分バンコクで一番入る難易度が高いラウンジだと思います。まあ、カタール航空のビジネスを普通に発見してたらね、何ら問題なく入れるんですけどもね。よし、ラウンジっていうのは基本的にエアラインラウンジはある程度近いところに集まってるんで、まあ、迷うことはないのかなと思います。よし、チャイナエアのラウンジはずっと閉まってますね、ここ。まあ、今日バンコクから東京羽田までですけども、今の時期は風の影響とかもあって、多分5時間ぐらいなんですよ、飛んでる時間は。なので機内ではすぐ寝たいですね。おそらく機内食は朝食が提供されると思うんですけども、まあ、ラウンジでちょっと軽く食事して、もう機内では爆睡できるようにしたいですね。はい、というわけで見えてきました。
こちら日本航空の桜ラウンジになります。ワンワールドのサファイアの移動のステータスとか持ってる人はね、ここ使えます。というわけでラウンジの中に入りました。まだ今の時間帯は全然空いてますけども、この後ね30分ぐらいすると多分混んでくるんじゃないかな。まあ、こんな感じで、まあ、結構広々しているんで快適にねくつろぐことができます。一応今夜ですから見にくいですけども、外もね見えるようになってます。でシャワー設備とかもあります。確かシャワー室3つぐらいしかなかったと思うんだけども、一応奥に、食事のコーナーとかっていうのもありますね。まあ、桜ラウンジなんでバイキング式というよりかはねオーダー式の食事になります。はい、ということで食事のメニューこんな感じです。まあ、ここからね好きなやつをオーダーするって形になります。カレーもあるけどね、ちょっと今回は丼セット、トンドンと、あと7番のおつまみセットにします。で、まあ、カップヌードルとかねこういうのもあったりします。で、まあ、やっぱタイらしくタイ料理セットとかねこういうのもありますね。飲み物はねこんな感じで用意されています。ビールはシンハーベルト、スーパードライもありますね。 Thank you。 というわけで食事取ってきました。今回は丼セット、豚丼と味噌汁、丼丼と味噌汁でいいですか。はい、あとおつまみセットですね。枝豆、唐揚げで、これ手前のはあれだ、なんだあかん、名前飛んだ、忘れた、あのラーメン屋とかでよく出るやつです、メンマ。はい、であとコーラとタイらしくシンハーベールにしました。他のスーパードライそんな好きじゃないんで、一番搾りがあればねそれにしたんですけども、一番搾りなかったんでシンハーにしています。であとコカコーラですね。ではこれいただきます。最後ですね、アメリカンコーヒーとバナナマフィンもいただきました。このマフィン結構美味しいんですよね。はい、ということで今の時間が21時10分ですが、まあ、ラウンジはこんな感じで、まあ、最初よりは結構混んできてますけども、まあ、でも全然座席あります。今までねこの桜ラウンジめっちゃ混んでるイメージだったんだけども、最近はそんなことないのかな。まあ、今の時間帯は東京羽田行きしかないということで、まあ、この後ね関空行きの方がやってくると思うんですけども、まあ、関空行きはチェックイン開始が21時25分とかなんで、まあ、ちょうど羽田行きの搭乗開始してからぐらいなんですよね。なのでまあいい感じに住み分けはできてると思います。昔もう一本この時間に成田とかあったと思うんだけど、なかったっけ、ごめんなさいちょっとあんま覚えてないんですけどもね。ちなみに ANA だとまあ、スターアライアンスなんでね、タイ航空のラウンジとか、それこそシンガポール航空のラウンジとかね、スターラのラウンジは結構多いですよね、スワンダプーム。はい、ということでもう今9時10分なんで、このコーヒーパパッと飲んでね、そろそろゲートの方に向かおうと思います。というわけでラウンジ出ました。今回 G の3番かな、なんかちょっと遠いような気もするんですけども、もう今からねゲートに向かおうと思います。今21時22分ですね。あの SDGs 関係で JAL の桜ラウンジはバンコクでも歯ブラシとかシェーバーの提供は終了してたみたいです。はい、まあ、歯ブラシとかいっぱい持ってるんでね問題ないんですけども、もう機内入ったらすぐ寝るために歯も磨いて寝る準備は完了です。あーでもそっか、離陸してから多分1回目ドリンク提供ありそうですけど もうワンチャンパスするかもしれません。はい、もう歯磨いたんでね。はい、ということで G の3番ゲートに向かいます。 G の3番ゲートまでやってきました。まあ、ラウンジからそんな離れてなかったですね。日本航空の34便東京羽田行きになります。まあ、羽田空港まで5時間ぐらいのフライトですかね。まあ、あっという間に着くと思いますよ。羽田発バンコク行きはね、まあ、6時間7時間弱かかるんですけども、まあ、風の影響でねバンコク発羽田行きはかなりフライト時間短くなります。はい、ではあと10分で搭乗開始です。というわけで本日の飛行機がこちらになります。日本航空の本日まではフラッグシップ機ボーイング777のダッシュ 300ER、 ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミー、エンコロミーの4クラスになります。で、今回の機材は J735J になりますね。で、あのエコノミーは333のシート配置なんですけども、今回エコノミーの最前列の座席を指定しています。この座席なんですけども、ワンワールドのステータス、まあ、JAL のステータスを持ってる人は無料で指定できるんですが、ステータス持ってない人に関しては有料での指定になります。まあ、今回僕はあのサファイア持ってるということで無料でね指定できてます。あの一番下のクリスタル会員でも無料で使えるみたい。あと同伴の1名もね無料で指定することができます。はい、ということでね、こちらのエコノミー最前列を使って今回は羽田に向かいます。では飛行機乗り込みます。グループ1番ね30人ぐらいいたよ、めちゃくちゃ多かった。ファーストクラス、ダイヤモンド、ワンワールド、エメラルドですね。ファースト、ビジネスと分かれてて、今回はエコノミーです。ビジネス、トリプルのやつ今度乗ります。はい、でファーストはもう何度かね動画出してると思うんで、そちらで確認してください。トリプルセブン、ダッシュ 300ER、 JAL のトリプル、ダッシュ300のエコノミー乗るの初めてですね、今回多分
多分ね、分かんないけど YouTube 上では確実に初めてのはずです、僕の。よし、では乗りましょう。もう日本語第一言語ですからね。というわけで機内入りました。これビジネスクラス、スカイスイート1になります。2プラス3プラス2で全席がダイレクトに通路にアクセスできるシートですね。でビジネスの後ろがプレミアムエコノミーになって、その後ろがエコノミーです。というわけでエコノミークラスのところにやってきました。3プラス3プラス3横9列のシート配置になりまして、今回はエコノミークラスの最前列ですね。こちら23番の K を指定しています。まあ、最前列なんでやっぱ足元広いです。で非常口座席ではありません。非常口座席もステータス会員はね無料で指定することができます。今回は窓側で取れてるんですけども、おそらく通路側にはね人が来ると思いますけども、通路側に人がいても全然通路に簡単に出れそうですね、こんだけ広かったら。で、まあ、座席の上にはクッションとあとブランケットが用意されています。黒を基調としたシートで結構かっこいいですよね。まあ5時間なんでこの座席で余裕に行けると思いますよ。もう昨日のフライトがねエアインディアでちょっと本当ひどかったんで、いろいろと運がついてなくて今日はよく寝れそうですわ。というわけで座席に着きました。で今回ですね真ん中の席は空席になってます。でモニターがねここについてるかなと思ったんですけども、どうやら収納式になってますね。まあまあ仕方ない、離着陸の時は使えないんで離陸してから使うって感じかな。まあ、今の時間だったら使ってもいいと思うけどね。これが事前指定席って感じですね。で Wi-Fi も有料になってます。これ777のダッシュ 300ER ですね。あとはスカイワード、はい、JAL ショップですね。でまあ、さっきも言いましたけども、まあ、足元こんな感じでめちゃくちゃ広いです。これね最前列指定する価値ありますね。で今日エコノミーほぼ満席なんで、3席独占とかまず無理です。なので一番前ね指定しておいてよかったです。でコンセントはね下についてます。ただしねあの通路側の席だけコンセントないんですよ。真ん中の席の人と共用ということで、なのでまあもし真ん中に人がいるとねちょっと1個しかないんでややこしいんですけども、今回は真ん中に人がいないということで通路側の人は真ん中のところの、ね、コンセントを使うことになります。21時58分ですがもうねドア閉まったみたいですね。帝国で出発できそうです。映画はマジック5なんで結構古いですね、コンテンツは。はい、ということで映画の本数は結構多いです。さすがはね JAL ですね。アーマルドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空34便、アメリカン航空、アラスカ航空、スリランカ航空、バンコックエアウェイズ、ハワイアン航空とのコードシェア便でございます。機長は内本、私は客室を担当いたします沖田でございます。
本日は揺れが予想されております。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions。 荷物は近くの収納場所に入れます。 All baggage must be stowed in the nearest storage。 非常口や通路に置くことはできません。Do not place baggage in the aisle or around the exit. シートベルトはしっかりと締めます。Fasten your seatbelt securely. レバーを上げると外れます。Lift the buckle to unfasten your seatbelt. でシートベルトサインが消えました。で残りのフライト時間なんですけども4時間と37分ですね。6分になってます。これ本当に寝ないとやばいね。でブランケットかけてるんですけどもめちゃくちゃあったかいです。ふわふわのやつですね。素晴らしい。リクライニングもそこそこ倒れるし足元超広いし本当にプレミアムエコノミーよりも絶対こっちの方が快適なんじゃないかな。
離陸して大体1時間近く経ってるんですけども、寝てたんですけどもね、ちょっと目覚めたんですよ。で驚きたんですけど、まさかの機内食このタイミングで配られるみたいですね。マジか、僕はてっきりね着陸の2時間前とかに朝食として提供されると思ってたんですけども、どうやら違うみたい。ごめんなさい、 JAL のね東南アジア路線久しぶりに乗ってるんで全然分かんなかったな。 ANA の感覚でいたわ。 ANA はね、あの僕今まで何度も動画出してると思うんですけども、基本着陸前なんですよ。深夜に東南アジアを立って日本に向かう便はね、なのでその感覚でいたんですけど違うんだ。本日の機内食がこちらになります。選択はなかったですね。チキン一択になります。まあ、左下の方に本日のメニュー貼っておきますが、まあ、正直ラウンジで食べたんで全然お腹減ってないんですけども、まあ、JAL のエコノミーの機内食ちょっと久しぶりなんでやっぱ食べてみたいなということでちょっと頑張って食べます。はい、蕎麦が出るのが日系っぽいですね。もう普通に美味しそうです。リフレッシュメントはチョコレートブラウニーですね。でおしぼりはビジネスクラスのやつです。これ多分在庫処分みたいな感じで配ってるんでしょうね。よくエコノミーとかあの国内線のおしぼりとかでもね提供されますよね。日本時間で深夜の1時半です、まあ、せっかくなんでちょっといただきますわ。でドリンクのメニューまたちょっと貼っておきます。もちろんアルコールとかも無料でオーダーできるんですけど もう今日はお茶とねスカイタイプにしてます。はい、ということでいただきましょう。あの JAL はねエコノミーでも梅酒注文できるのがいいっすね。機内食食べ終えました。今ちょうどフィリピンのマニラ、中国広州とかその辺りをね飛行します。香港の近くかな。上りのフライト時間が3時間21分ということで、もう完全に目覚めてもうたな。でこの機内 Wi-Fi なんですけども、久しぶりに国際線の機内 Wi-Fi 買いました。まあ、国内線だとね Wi-Fi 無料ですけども、国際線は JAL も ANA も Wi-Fi 有料です。で料金プランこんな感じで、1時間とか3時間だとねちょっと高いなと思うんだけど、このフライトプランってやつ、これね24時間使えるんですよ。で僕あの今羽田着いた後ねニューヨークにまた12時間のフライトがあるんですけども、24時間以内にねニューヨークには着くんで、今ここで買うとねニューヨークまで Wi-Fi 使えるんですよね。飛行機乗り換えた後でもログインすれば24時間以内だと使えるということで、このフライトプラン購入しました。これ結構安いよね。で僕あの JAL カード持ってるんで2ドル割引 16.80 ドル、これで購入したという感じになります。もう今すでに接続済みです。はい、で YouTube は見られへんけど Twitter とかならね全然できます。ネットサーフィンもできるぐらいのスピードはありますね。というわけでどうしよう。まあこの後今ね CA さんが通路機内食の回収とかしてるんで、まあ、それが落ち着いたらちょっとトイレ行って、まあ、やっぱ寝ないといけないもんね。あと3時間ちょいあるわけですし、まあ、ちょっとでも寝ようと思います。はい、まあ、逆にもう着陸前に食事とかは多分ないと思うので、分からんけどね、ないと思うのでギリギリまで寝れるっちゃ寝れますね。おはようございます。日本時間で朝の4時ですね。機内の照明がつきましておはよう放送がかかりました。あと大体1時間20分ぐらいで着陸みたいですね。今 CA さんが希望する人にコーヒーとかドリンク回ってくれてます。後方のエコノミーですけども、ご覧の通りほぼ満席です。かなりの搭乗率ですね。というわけで座席に戻りました。もうあとですねフライト時間が
1時間10分なんで、本当あっという間ですね。伊丹と羽田とか、それ、まあ、それよりは長いか、実際飛んでる時間なんで。でもまあまあもうすぐですね。感じでアップはできないんですね。まあ今多分九州とかその辺りだと思います。結局まあ2時間ぐらいは寝れました、まあ、逆に言うと2時間しか寝れなかったって感じになりますけどもね。皆さんどうですか、東南アジア路線、まあ、個人的にねいつも言ってますけど、東南アジア発日本行きの深夜便はね LCC が一番いいんじゃないかってね最近思うようになってます。はい。でまあ JAL と ANA の、ね、違いも今回分かりましたしね。東南アジア発日本行きの深夜便ね、 JAL は23時までに出発する便に関しては全て離陸直後の機内食、 ANA は東南アジアを夜に出発する便は全て、着陸の2時間前に朝食として提供って感じですね。個人的には ANA スタイルの方が好きです。まあ、今日もね離陸してから結構揺れが強かったんで機内サービスなかなか始まらなかったんですよね。離陸始まったのも離陸してから1時間後とかだったんで、ね、なかなかきついものがありますね。僕結構飛行機乗るとすぐ現地の時間到着地の時間に合わせるんで、まあ、これに関してはね人それぞれ好みがね分かれるのかなと思います。皆さんぜひあのコメントでどっちの方がいいかっていうのを教えてください。時刻は5時過ぎ着陸態勢に入りました。コントローラーカットホルダーを元の位置にお戻しください。Wi-Fi はねかなりサクサク動いて快適にね使えました。この後ニューヨーク行き乗るんですけども、まあ、その時もねまた引き続き使います。いやこのね23番の最前列の席めちゃくちゃ快適でした。ちょうど眼下には海ホタルも見えております。東京国際空港羽田に着陸。まだ5時台なんで冬の日本は真っ暗です。いや本当にね今日まで昨日か昨日までねこの777は日本航空のフラッグシップを担ってきたんですけども、まあ、今日からはですねエアバス A350 ダッシュ席にバトンタッチ。いや本当に長い間ねお疲れ様でした。まあとはいえねまだ A350 ダッシュ線2機しかできていないのでまだまだしばらくはね777使われていくと思います。まああと1、2年は多分残るんじゃないかな。
着いたしました。ただいまの時刻は午前5時23分でございます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのまま締めください。というわけでスポットに到着です。ご案内いたします。入国後、国内線にお乗り継ぎのお客様はお預けのお手荷物をお引き取りの上、税関検査を終了後、国内線乗り継ぎカウンターへお進みください。はい、ということで到着しました。順番に降りていきます。先方のお客様よりご案内いたします。皆様どうぞごゆっくりお支度ください。 We are connecting to the domestic flight。 JAL の後期ビデオなんですけども、実は今日1月24日から変わるんですよね。はい、で今1月24日になってるんですけども、この便は23日出発の便なんで多分変わってないのかな。ちょっと今放送されてますけど、この放送あると、はい、これ曲はね多分変わんないのかな、映像が変わるっていう風に聞いてます。まあ、なかなかね後期ムービー見る人少ないと思うんですけども、A350-1000 デビューとともにね、これも新しくなります。はい、ということでもうドア開いたみたいなんで、これ以上先気になる方はね、ぜひ YouTube で検索してみてください。飛行機降機いたしました。タイバンコクから5時間弱ですね。777-300ER お疲れ様でした。今回利用した機材は J735J ということで、まあ、さっきも言いましたけども、今日からフラッグシップは A350-1000 に置き換わりますけども、まだまだ777自体は活躍していきます。まあ、でもね、もう国内線からはすべて一応-200はなくなりましたし、まあ、この -300ER に関してもこれから先もね、一部国内線、特に羽田発着の幹線を中心に導入されていくとは思うので、まあ、ぜひね、300ER なかなか国際線に乗るのは難しいって方、国内線に投入されている時に乗ってみてください。僕もね、伊丹線とか那覇線で動画出してると思うんでね、空いた路線に入ったりするんで、国際線と比べると、まあ、かなり安くね、乗ることができます。まあ、とりあえずですね、まあ、さっきも言いましたけども、777、今までね、フラッグシップになってきた機材になりますけども、お疲れ様でした。まあ、ANA はですね、今後も777どんどん使っていく予定のはずなんで、まあ、JAL からは一応777っていうのは、もうこれからは退役の方向に進んでいくという感じになります。今日はですね、なかなか入国審査に近いゲートに到着してくれたんで、入国審査もスムーズにいけそうですね。結局、バンコク線ね、日本人が5割。で、海外の方が5割って感じ。もしかしたら日本人4割ぐらいかもしれない。結構海外の方の利用も多かったです。はい、ではこのまま進んで日本入国します。はい、というわけで日本入国が完了しました。自動化ゲート結構混んでたんですけども、まあ、自動化ゲート一瞬で終わるんで、パパッと通り抜けて飛行機降りてからだいたい10分弱で外に出てきております。はい、もうまあ日本語がね、第一言語になっているということで、まあ、当たり前なんですけども、帰ってきたなって感じがします。はい、というわけでですね、本日は JAL のボーイング777-300ER 使いまして、バンコクから帰ってきたわけですが、あのエコノミーの最前列はめちゃくちゃ良かったです。まあ、今後もね、日本航空乗る機会があれば、ぜひできるだけエコノミーの最前列をね、取りたいなというふうに思いました。正直ね、プレイエコよりも快適だと思います、普通に。まあ、あの肘置きは上に上げれないんで、最前列なんでね、3席独占できた時も横になることはできないんですけども、まあ、それでも足元超広々で最高でしたね。はい、そんな感じで思ったフライトです。はい、というわけで本日はですね、この後僕は5時間後ぐらいに出る飛行機に乗って今度はニューヨークに向かいます。今この動画が上がっている頃には僕はニューヨークに向けて太平洋の上空とか飛んでると思うんですけども、まあこれからね A350-1000楽しんでいきたいなというふうに思うところです。というわけで今回の動画は、ね、ここで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。